はい、JR 名古屋高島屋の地下1階からお伝えします。ものすごい人です。本当ですね。明日からお盆休みということで、はい、あの帰省先へのお土産を選ぶ方、また親戚を迎え入れるための準備をする人で溢れています。例年とは明らかに違うこの盛り上がりの理由、そして今年の帰省土産の傾向、それを私今日朝から取材しました。こんな感じで50人ほどに伺ったんですけれども、その中で柴田調べではありますが、主にポイント3つありますのでご紹介していこうと思います。まず1つ目のポイント、こちらです。ひんやり、ちょっとあの手作り感満載で申し訳ないんですけれども、手書きですね。やっぱり今年異常に暑いじゃないですか。、はい、暑いということで、あの水羊羹だったりゼリーとか、あとプリン、そういったキンキンに冷やして美味しく食べたいというものを家族分たくさん買って帰る方が今日あまりにも多くいたんですね。で、中でも特にご紹介したいスイーツがこちらのお店にあります。うん、はい、見た目が、ね、とっても華やかなんですよ。こちらです。新宿高野のスイーツです。特にですねこちら、プリズムマスカットというものなんですが、これ下が杏仁豆腐で上がマスカットのジュレになっています。こうした見た目も味も涼やかなスイーツが今年の定番傾向なんだそうです。さあ、ポイント2つ目こちらです。日持ちするご当地物、もうあまりにも今年暑いですから日持ちを気にしてお土産を選んでいる方たくさんいらっしゃいました。三大武将おかきなんですが、これもいかにも名古屋ですよね。三英傑が書かれております。でこれは10月まで持つということで、今日も今朝これ5箱買って今から富山の親戚に配りますという方がいらっしゃいました。さあ、続いても名古屋らしい金シャチです。ザ・金シャチ、これは豆菓子ですね。配りやすい軽いものになっていて、これは12月まで持ちます。さらにさらにこちらの華やかな金のカンカンにはポップコーンが入ってるんですが、なんとポップコーンに八丁味噌入れちゃいました。ザ・名古屋といったお土産です。はい、こういった日持ちするもの、ポップコーンは1週間ほど持つそうです。このように日持ちする名古屋のグルメも人気なんですけれども、今年発売されたばかりの名古屋のお土産もあります。こちらです。はい、あのパッケージ今ご覧いただいていますけれども、夏らしいこちらはですね、クッピーラムネでおなじみの拡大が展開しているザ・ラムネラバーズのラムネ詰め合わせ、生ラムネになっています。レモンソーダやコーラなど4種類が入っているんですよ。でさらには名古屋フランスの小倉トースト味、さらにシュガーバターの木からは米田コーヒーの小倉トーストサブレも販売。さらに新柴田のジュレエスティバル、これは沖縄県産のマンゴーなど産地にこだわったフルーツがゼリーにたっぷりと詰められています。はい、このように名古屋らしいグルメもとっても人気です。では帰省土産のポイント3つ目に参ります。ちょっとすいませんね、手作り感で取材ノートがすごいたくさん入ってますね。惣菜を自分土産にというわけで、こちらが人気なんです。はい、まずは松浦ベーカリーのカレーパンなんですが、それカレーパン、これね、エビフライがドーンって乗ってるんですよ。そう、カレーパンなんです。で、なぜ自分土産が人気かと言いますと、今台風近づいてますよね。なのでお客さんの中には旅行や帰省を延期または中止する分、その代わりに家で家族でこういったデパ地下のグルメを食べようと考えている方もいるんだそうです。もう今年のお盆ならではの考えですよね。ではすみません、ちょっと特別にですねこちらのカレーパンいただきたいと思います。さあ、すごい大きいです。ずっしりと重い。いただきます。大丈夫ですか。うん、うん、あの外側がとってもサクサクで、中のキーマカレーがちょっとスパイシーなんですね。エビもプリプリで、もう全てが贅沢、とっても美味しいです。具沢山ですね。で、今朝お話を伺った方の中には、あの、はい、帰省を中止した分これを家族で食べますと言ってこれ5、6個買ってる方もいらっしゃいました。と、ここまでグルメご紹介してまいりましたが、例年とは違うこの盛り上がりのわけをこちらの方、はい、高島屋の広報安藤さんに伺いたいと思います。はい、お願いします。よろしくお願いいたします。すごい人ですね。
はい、たくさんのお客様に賑わっていてとても嬉しく思っております。はい、お客さんにお話聞いたらコロナが5類になったことでこういったデパ地下に来やすくなったという声もあったんですが、やはりそういう影響もありますか？そうですね、コロナ5類移行後初の大型連休ということで、こちらも商品量を約2割増やしてご用意しております。2割ですか？2割増やしております。あと中には試食の光景が戻ってきたなっていうのもすごく今日感じたんですけれども、やっぱり人気ですか？そうですね、ご来店いただけるだけでワクワクしていただけるようなそんな空間を目指しております。はい、もう商戦ですからね、お盆商戦。そうですね、商戦気合い入れてスタッフ一度取り組んでおります。はい、お店の方の気合いもお客さんに伝わっていることでこの盛り上がりだと思います。ありがとうございました。以上中継でした。